宇陀市からやってまいりました馬場義久です。キー万葉ネットワークの副会長をしています。また飛鳥村の犬飼万葉記念館で万葉植物野外講座の講師をしています。出身は福岡県の飯塚市、万葉の、鎌の氷です。山の上のオクラが子らを思う歌などの鎌三部作を選定した場所です。今日は太宰の土地大友の旅人が九州で妻を亡くした時経文に応えた歌と、その旅人の気持ちになり変わって山の上のオクラが歌った日本版歌を朗唱します。太宰の土地大友の前月見経文に応える歌793番。世の中は虚しきものと知るときし、いよいよますます悲しいかりけり、いよいよますます悲しいかりけり。日本版歌一首794番。おお君の遠の帝と知らぬい尽くしの国に泣く子をなずしたいきまして、生きたにもいまだ休めず年月もいまだあらねば、心ゆうも問わぬ間に内なびき肥やしぬれ、弱結べ背結べ知らに弱きをも問い酒知らず、家ならば形はあらんを恨めしき芋の御事の我おばあもいかにせよとか二踊りの二人並び語らいし、心を背きて家へ盛ります。半歌795番。家に行きていかにかあがせん枕づく、妻や寂しく思うゆうべしも、妻や寂しく思うゆうべしも。796番。はしきよし角のみからにしたいこし、芋が心のすべもすべなき、芋が心のすべもすべなき。797番。悔しかも角を知らませば青によし、くぬちことごと見せましもの、くぬちことごと見せましもの。798番。芋が見しおうちの花は散りぬべし、あがなく涙いまだひなくに、あがなく涙いまだひなくに。799番。大の山切り立ち渡るあがなげく、おきその風に切り立ち渡る、おきその風に切り立ち渡る。皆さん、また万葉口でお会いしましょう。